ルームは2015年にカナダとアイルランドとイギリスと米国で制作されたドラマ映画。フリッツル事件をもとに書かれたエマドナヒューの小説、部屋を原作としている。監督はレニー・エイブラハムソン、主演はブリー・ラーソンが務めた。本作は第40回トロント国際映画祭で観客賞を受賞するなど、批評家、観客の双方から高い評価を得た。5歳の男の子。 ジャックはママと一緒に部屋で暮らしていた。体操をして TV を見てケーキを焼いて楽しい時間が過ぎていく。この扉のない部屋が二人の全世界だった。ジャックが5歳になった時、ママは何も知らないジャックに打ち明ける。ママの名前はジョイ。この部屋の外には本当の世界があるのと、混乱するジャックを解き伏せて決死の脱出を図る二人。 晴れで自由の身となり、すべてが解決して幸せになれると思っていた。カッコ内は日本語吹き替え2013年9月3日、レニー・エイブラハムソンが、エマ・ドナヒューの小説、部屋を原作とした映画で監督を務めると報じられた。同年4月9日、ブリー・ラーソンが主演を務めることが決まった。11月10日、ジョアン・アレン、ジェイコブ・トレンブリー、ウィリアム・エイチ・メイシーが、 本作に出演すると報じられた。本作の主要撮影は2014年10月10日からトロントで行われ、同年12月15日に終了した。本作の制作に先立って A24 フィルムスがアメリカでの配給刑を獲得した。2015年9月4日、本作はテルライド映画祭でプレミアを迎えた。また、 第40回トロント国際映画祭のスペシャルプレゼンテーションでも上映され、最高賞である観客賞を受賞。10月16日にはアメリカでの限定公開が始まり、11月6日から上映希望拡大公開。映画批評集積サイトのロッテントマトズには31件のレビューがあり、批評家支持率は97%、 平均点は10点満点で8.2点,点と高評価を受けている。批評家の意見の要約は、ここ10年で最高の一作、この数年、これほどまでに心を動かされた映画はないなど、大絶賛されている。ありがとうございます。